今回のスケボー談義では、このチャンネルスケボー談義に集うスケーターのセットアップを紹介していきたいと思います。セットアップを送っていただいたスケーターの皆さん、本当にありがとうございます。予想を上回る数の DM が届きました。一本の動画では紹介しきれないので、何回かにわたって紹介していきたいと思います。セットアップにはそのスケーターの体型や滑りのスタイル、滑る環境、それぞれの個性があります。いろんなスケーターのセットアップを参考にして、ご自身のスケートライフに役立ててもらえればと思います。初心者の方から上級者まで、発見や気づきがある内容となっていますので、ローカルスポットで仲間のセットアップを見ながら談義している感覚で見ていただければ幸いです。ぜひ最後までご視聴ください。一人目のスケーターはエル・パティナドールさん。年齢20代半ば、スケート歴13年、スペイン在住のスケーターの方で、このエル・パティナドールというのはスペイン語でスケーターを意味します。デッキはスペインのブランドジャート、サイズは 8.125、 デッキテープはジェスアップ、トラックはサンダーの147ハイ、ウィールはボーンズ STF51mm の V1、 ベアリングはスイスボーンズのセラミックとなっています。こだわりのポイントは、6年間使い込んだトラックと、ウィールバイトとひび割れ防止のためにライザーパッドを使用しているとのことです。ベアリングはボーンズのセラミックを8年間使用。値段は高いですが、長持ちで高性能なためコスパは最強とのことです。このスイスボーンズのセラミックは2本で買うとお値段約2万円となっています。こちらのトラックの画像、フィーブルやケーグラをやり込んだ傷がしっかりと刻み込まれています。わかる人にはわかると思いますが、かなり滑り込んでいるスケーターのトラックです。トラックの傷はトリックによって削れ方が違うので、トラックを見れば得意のグラインドトリックが見えてきます。私談義、初めてケーグラをメイクした時、トラックの傷を確認して喜んだのを覚えています。このトラックだけで10分ぐらい喋りたいのですが、次に行きたいと思います。次のスケーターはハリーさん。初対面のスケーターにハリーと呼ばれてからずっとハリーと呼ばれているそうで、これもスケーターあるあるの一つだと思います。デッキはブランクデッキの8インチ、トラックはエースの03、ウィールはリクタの 51mm、 ベアリングは先輩のお風呂や前に使っていたものの寄せ集めとなっています。アディダスをこよなく愛するハリーさん、画像からアディダス愛が伝わってきます。動画も送っていただきました。スタイリッシュなトレフリップです。次のスケーターはもやしさん。年齢20歳、スケート歴は5年、デッキはガール、サイズは 8.125、 デッキテープはジェサップ、トラックはインディ139ハイ、ウィールはウェイワード 53mm、 硬さは 101A、 ブッシュゴムをボーンズのハードに変更しています。ベアリングはブロンソン、ビスはダイヤモンド。こだわりのポイントはガールのデッキ。森中一生さんに憧れてガールのデッキに乗り始め、ガールのスケートビデオを見ていくうちに大好きなブランドになったそうです。乗り心地も癖がなく扱いやすいとのことです。ちなみに写真のデッキは買って初日にチップをしたそうです。森中一生さん、京都出身のスケーターで、私談義も好きなスケーターの一人です。世界に通用するマニュアルテクニックが絶品です。もやしさん、二人組でいつも滑っていて、インスタグラムと YouTube に動画を載せています。楽しい雰囲気が伝わればと思い、撮影編集を頑張っているとのことです。下の概要欄にリンクを貼っていますので、気になる方はチェックしてみてください。
次のスケーターは大地さん。スケート歴は1年3ヶ月。デッキはエイプリルのチームデッキ。デッキテープはジェサップ。トラックはベンチャー 5.25 ハイ。ウィールはスピットファイヤーコニカルフルの 52mm。 ベアリングはブロンソン。ブッシュゴムはボーンズのミディアムを使用しています。シェーン・オニールや堀米さんの影響で人気のエイプリル。老舗スケートショップインスタントのステッカーが貼られています。スピットファイヤーにもいろんなシェイプ形のウィールがありますが、コニカルフルは広い接地面で安定感があるのが特徴です。ブッシュゴムはトラックのブランドに関わらずボーンズブッシュに交換して滑っているスケーターも多いと思います。奥に映るクルーザーデッキのセッティングも気になるところです。大地さん、得意なトリックはキックフリップ、ノーリーブラインドサイド360、フェイキーハーフキャブフィールドのことです。次のスケーターはファルさん。年齢は16歳。スケート歴は2年。デッキは SM ブランクス。サイズは 8.25。 デッキテープはジェサップ。トラックはインディ144ハイ。ウィールはスピットファイヤー 54mm。 硬さは 99A。 ベアリングは忍者となっています。トラックに関してですが、インディの144は139と149の間のサイズで、 8.25 のデッキにちょうど合う幅になっています。 8.25 のデッキサイズが人気なので新しく作られたサイズとなります。ファルさん、デッキはファッキンオーサムなどのコンケーブやキックが強めのデッキが好みで、太めをチョイスしているそうです。以上、5名のスケーターのセットアップを紹介しました。セッティングにはそれぞれの個性があり、正解不正解はないので、動画を見て参考にしてもらえればと思います。本来なら出会って直接談義したいのですが、こんな時代にこういうやり方でつながれたことに感謝したいと思います。今回紹介できなかった方はまた次回の動画で紹介しますので、少々お待ちください。引き続き皆さんのセットアップを募集したいと思います。チャンネルのインスタグラムの DM へ送ってください。できるだけ詳細を書いていただけると助かります。スケーターにとって役立つ内容を発信したいと思いますので、リアルスケーターの皆さん、お力添えよろしくお願いします。